鈴木おめで牽制します。5番の児玉拓磨バックサイド踏み込んで金で先行します。7番手から鈴木もリスタートを切った。まずは4番手川俣のところを狙っていくか、決めに行けるか。川俣が内側抵抗するも7番の鈴木は外から決めながらかましていきます。そのまま児玉に襲いかかった。叩き返してうまく鈴木先行だ。今度は児玉が戦えてすんなり4番手収まった。7番手から4番の川俣、7番手2コーナーから逆襲開始。7番手から4番の川俣のまくり上げ、6番手から5番手、4番接近する5番の児玉が合わせていく。児玉拓磨が4番の川俣のまくり合わせきったか、前はかかってる。4コーナーが直線、7番鈴木の先行、2番手が2番の萩原、9番の徳丸だ。2着どうか、7番2番並んだか。3番手から徳丸の追い込み。